コスモス1号はコスモススタジオと惑星協会によるソーラセールの実験を目的としたプロジェクトである。プロジェクトの一環として無人のソーラセール実証機が2005年6月21日19時46分9秒にバレンツ海で潜水艦ボリソグレブスクから打ち上げられた。しかし、ロケットの失敗により予定された軌道に達しなかった。 軌道に入ると、宇宙機は大きな帆を広げ、太陽からの光子に押されて加速する予定であった。ミッションが成功していれば、コスモス1号は、加速にソーラーセールを使用した、最初の宇宙機になっていた。プロジェクトの予算は400万ドルだった。惑星協会は、さらに400万ドルの予算をかけて、コスモス2号を計画、ISS 補給ミッションに使用されるソユーズで打ち上げる。 予定であった。ディスカバリーチャンネルが初期から投資していたが、技術の進歩と運搬需要の増大のため、ライトセール1号に置き換えられることが2009年11月に発表された。太陽母のコンセプトを検証するため、コスモス1号プロジェクトでは8枚の方を装備した、軌道宇宙機の質量は1 0 0ラムで、打ち上げ後に、 中央のハブから8枚の三角形の本が展開される。本の長さはそれぞれ15メートル、表面積は合計600平方メートルであり、アルミニウム上着ポリエチレンテレフタラートでできている。宇宙機はバレンツ海で潜水艦ボリソグレブスクから潜水艦発射弾道ミサイル R-29R を転用したボルナで打ち上げられた。最初の延期道は、 高度8 0 0トルで、ここで穂が広げられる。穂によって宇宙機の高度は徐々に上昇し、ミッションが終了する30日後には、宇宙船の高度は50から1 0 0トルも上昇すると、惑星協会のルイス・フリードマンは語っていた。穂に使われるマイラー樹脂が、日光による損傷を受けるため、ミッションは、打ち上げから1ヶ月以内で終了すると、想定されていた。 太陽帆船はレーダーからの人工マイクロ波の効果を測定する目的でも用いられる。アメリカ航空宇宙局のディープスペースネットワークが持つゴールドストーン運転問題にある直径70メートルのアンテナは450キロワットのビームを帆に放射するのに用いられる。このレーザー推進の実験は太陽帆船を制御して運行させるという 主要ミッションに付加的に行われるものである。この宇宙船は地球上のほとんどの場所からラガンで観測することができる。予定された軌道の軌道傾斜角は約80度である。そのため南北の緯度が約80度までの範囲で観測することができる。モスクワ南1 2 0トルのタルサ駅、カリフォルニア大学バークレー校の宇宙科学、 研究所等の世界中の機関から構成される追跡ネットワークがミッションの真中の接触を保とうと試みた。ミッションコントロールはモスクワのラーボチキン宇宙船設計局に置かれた。詳細は太陽棒参照宇宙機は穂にぶつかる講師の放射圧を受けて軌道を回るごとに徐々に加速される。講師が穂の表面で反射すると運動量が伝達される。 加速を抑制する空気抵抗がないため、加速の大きさは単位時間あたりに方にぶつかる光子の数に比例する。地球上では日光による加速の大きさは約50秒速4メートルにである。1日で宇宙船の速度は秒速45メートルになり、100日間では秒速4500メートル2.74年経つと秒速45000メートルにも達する。 この速度を保てば宇宙船は5年で冥王星に到着できるが保に当たる光子の数は太陽から遠くなると劇的に減少する。しかし地球付近では太陽母による加速はイオンエンジンによるスマート1の最大加速20秒速4メートルによりも大きい。2005年6月に打ち上げられた面の宇宙船の他に コスモス1号プロジェクトでは次の2機の宇宙機が製作された。コスモス1号の帆の1枚は2003年にマンハッタンのロックフェラーセンターのオフィスに展示された。ありがとうございます。